こんにちは。マーク坂井のサブチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日はファミマのキーマカレー398円税込み、こちらをいただきます。これね、温めると美味しいと思うんですけど、温めていない状態ですね。ではパッケージ開けていきます。ね、すっかりセミがね出ちゃって、もう夏っていう感じがしていいですよね。そしてスプーン、ちょっと風が出てきた。風が出るとね、本当いいですよね。あ、なんかね、もうカレーのいい香りがしてきますね。はい、こんな感じです。はい、本当インドカレーのカレー屋さんのね、いい香りします。いただきます。ルーが少なくないのかな。はい、おー、いただきます。甘い。うん、甘くて、こう、キーマのね、感じがこう口の中にくる感じで、こう最初は甘めだけど、そのうちちょっとね、味が変化する感じがいいですね。いっぱいひき肉かなが入ってて、それも感じられてうまいですね。うん、まあカレーは外れないですよね。うん、おいしい。冷えててもいけますね。このね、ライスとの組み合わせがたまんないですね。うん、ちょっとね、あれ、なんか漬物とか欲しくなりますね。うん、うまっ。うん、結構ひき肉が入ってて、うん、これがね、うん、うん、あー、うまい。これ何だろう、なんか上に、なんだろうな、漬物ではないです。なんかちょっと甘めのものがついてました。うん、うまっ。あー、やっぱりこれはいいですね。まあ、でも温めたらもっとうまいんでしょうね。うん、あ、なんかでかい肉もあったりして、うん、いや結構濃いめですね。多分ね、全然余裕ですよ。味が濃いめだから少ない量でご飯が食べれますよ。うん、結構贅沢めに使ってね、ルーが余る具合なんで、うん、ああ、いいですね。このルーをまた贅沢に食べるっていうのもね。なんかご飯余ると嫌だけど、まあおかず余る方は何とでもなりますもんね。うん、うまかった。キーマカレー、たまにね食べるとまた美味しいものがありますよね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。